脳汁出してますか？皆さん、こんぱちは。上条蓮です。今日はこんな企画をやってみようと思います。題して、上条蓮の初心者向けおすすめパチスロ台紹介。これを見てくれている方の中には、パチスロをやったことないよという方もいるはず。興味はあるけど、設定とか子役とかよくわからないし、なかなかお付きになれないんだよなぁ、と嘆いているそこのあなた。今日はそんなあなたに向けた企画です。今から私、上条蓮が初心者の方でも楽しめるおすすめのパチスロ台をご紹介します。私が初めて打った時はそうだなぁ、まずね、コインをね、入れるのが難しくて、束のやつをトゥルルルルルって入れれる人いっぱいいるじゃないですか。最初それができなくて、どうなってんのどうなってんのってめっちゃ見てましたね。というわけで、それじゃあ早速、行ってみよう。おすすめその1、ジャグラーシリーズ。おすすめポイントは、わかりやすい。これに限る。筐体左下のゴーゴーランプが光れば大当たりなんです。やっぱりジャグラーは当たればゴーゴーランプが光るので分かりやすいですし、パチスロの基本を理解するにもおすすめです。基本は3枚メダルを入れてレバーオン。左にバガツグラを狙って打つだけ。もしそれがちゃんと狙えなくても、チェリーを取りこぼすだけなので、ほんの少ししか損はしないというところも安心ポイントですね。で、ゴーゴーランプが光れば大当たりなんですが、注意点はここから。ボーナスは目押しして揃えないと出玉がもらえないんです。初心者の方、目押しなんてできないですよね。ゴーゴーランプが光ってるのにボーナスが揃えられないとゲームが進まないので大変です。しかも店員さんが揃えるのはルール違反、困ってしまいます。そんな時、おすすめは、隣のお兄さんに、すいません、揃えてもらっていいですかって、お願いしてみてください。ゴーゴーランプが光った後は、メダル1枚で揃えるっていうのも注意点ですよ。それでも、目押しの練習には最適ですので、パチスロを始めたい方、始めたばかりの方には、やっぱりおすすめです。目押しのコツは、また別の動画でお教えしたいと思います。おすすめその2、バジリスク甲賀忍法帳絆。大人気バジリスク甲賀忍法帳絆です。原作は私世代じゃないんですが、パチスロが面白すぎて原作も見ました。今見ても名作、めっちゃ泣けます。原作を見てから打つとより楽しめますので、ぜひ見てください。で、おすすめポイントですが、まず1、目押しがいらない。たまーに狙えってなりますけど、表示されている押し順に沿って押すだけで何も揃えなくても全く損はありませんよ。練習しながら打ってみるのもいいですよ。子役も目押しなしで基本は左から押すだけで揃います。その2、熱そうな演出や子役もわかりやすい。赤い文字が出ればそれだけで熱いです。子役も巻物、強チェリー、弱チェリー、ベルト、基本は4つだけ。リールは無視して、液晶に図柄が揃えば OK。 3つ並んだチェリーが揃うといい状態になって、巻物が揃うと熱いって基本覚えておくと大丈夫。あー、なんてわかりやすいのでしょう。その3、知れば知るほど奥深いシステム。わかりやすいバジリスク甲賀忍法帳絆ですが、初心者の方からベテランの方、老若男女、様々な方が打っていますよね。その秘密は、奥深いシステムだと思うんですよね。これから始める方には何を言っているのかわからないと思いますが、機械割りの高さ、チャンス目の重要性、通常時のモード、テーブル、絆テーブル、設定資産要素、気持ち良すぎる特化ゾーン、知れば知るほど奥深いんです。ホールに導入されたのはなんと2014年の1月。超ロング稼働になっているのは
こういった深さも兼ね揃えているからだと思いますね。一回打ってみて気になった方はバチガブバジリスク甲賀忍法帳絆ページをチェックしてみてください。めちゃくちゃ詳しく掲載されてますよ。最後のおすすめポイントは楽曲が熱い。陰陽座さんの主題歌水のように優しく花のように水木奈々さんの主題歌夕闇にさわめく、めっちゃいい曲なんですよ。熱い状況で流れてくる楽曲全部全部名曲ぞろい。これ聴きながら打ってるの本当に幸せです。思わず口ずさんじゃいますもん。はい、ということで今回はジャグラーシリーズとバジリスク甲賀忍法帳絆をご紹介しました。1枚20円の普通のパチスロがちょっとハードルが高いよっていう方は、今はその4分の1の5スロ、10分の1の2スロというのもあるので、そこから始めてみるのもいいかもしれませんね。あ、スマホアプリで始めてみるっていうのもいいかもしれませんね。無料で試せる37NEXT っていうアプリもありますよ。ちょっと宣伝を入れてみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくね。上条蓮でした。バイパチ。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンもよろしくね。